アルバン、ウェントワース・チャップマンアルバン、ウェントワース・チャップマンは、アメリカ合衆国の医師、植物学者である。アメリカ合衆国南西部の植物研究のパイオニアで、1860年に、フローラ・オブ・ザ・サザン・ユナイテッド・ステーツを出版した。マサチューセッツ州のサザンプトンに生まれた。アマースト大学で古典を学び卒業した後、ジョージア州やフロリダ州で教師として働いた。 1839年に結婚した後、1840年代、はじめに医師の教育を受け、1946年に医学の学位を得て、1847年からフロリダ州北部のアバラチコラで医師として働きながら植物学者としても活動した。それまで研究がされていなかったフロリダ州北部の植物省を一人で研究を行い、 1958年までに原稿をまとめ、ハーバード大学のエイサ・グレーの下で5ヶ月間研究し、助言を受けて1860年に著書、フローラ・オブ・ザ・サザン・ユナイテッド・ステーツを出版し、1884年、1897年に改訂版を出版した。1866年にアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。豆科の植物の俗名。 チャップマニアトール・イ、エーグレーに、懸名されている。アパラチコラにはチャップマンを記念する、チャップマン植物園が作られている。1899年、死去。チャップムは、植物の学名で命名者を示す場合にある番、ウェントワース・チャップマンを示すのに使われる。ありがとうございます。